ジャニーズ事務所の危機平野志洋、岸優太、神宮寺優太、そして岩橋玄樹、ハイブ、ハイブへの遺跡で日本エンターテインメント界に大揺れ。親愛なる読者の皆様、日本のエンターテインメント界における大事件が近づいていると言われています。 キングプリンスコーオップ脱退し、ジャニーズ事務所も退場することとなった平野紫耀、岸ユ太、神宮寺ユ太タの3人が驚くべき遺跡計画を練っているという噂が広まっています。この記事では、その舞台裏に迫り、ジャニーズ事務所に圧力をかける存在として注目される韓国の大手芸能事務所、ハイブ、ハイブの動向と、岩橋玄主の復帰について考察します。 ハイブ、ハイブの日本進出。まず、この驚くべき噂の中心に位置するのは、韓国の超大手芸能事務所、ハイブです。ハイブは、BTS やジャスティン・ビーバーなど世界的に成功したアーティストを抱え、エンターテインメント業界で巨大な影響力を持っています。 そして、最近、ハイブは、ニーコー、ネイコという新法人を日本に設立し、元ケヤキ坂46の平手ユリナを移籍させるなど、日本進出の動きを活発化させています。ニーコー、キンプリのために作られた驚くことに、このニーコー、キンプリの脱退メンバーを受け入れるために、設立されたとも言われています。 つまり、平野市要、岸優太、神宮寺優太の3人がハイブへの所属アーティストとなる可能性が高まっているのです。この情報が本当であれば、ジャニーズ事務所にとっては大きな痛手となることは明白です。岩橋玄樹の意外な復帰さらに、噂によれば、かつて金プリの一員で、非常に人気のあった岩橋玄樹も、この、ニーコに所属する可能性が浮上しています。 岩橋はパニック障害を理由に休養し、ジャニーズ事務所を退所しましたが、その後も音楽を中心にソロ活動を成功させています。彼のインスタグラムのフォロワー数は80万人を超え、熱心なファンが彼を支持し続けています。新生キングプリンスへの誕生 もし、平野、騎士、神宮寺、岩橋の4人が同じ事務所に所属することになれば、事実上の新生キングプリンスが誕生することになります。ジャニーズ事務所に残る長瀬門と橋山の2人がいくら本家を主張しても、ハイブは世界的な巨大企業であり、圧力でどうこうなる相手ではありません。 このまま3人が岩橋と合流すれば、ジャニーズ事務所にとっては最悪のシナリオと言えるでしょう。結論、ジャニーズ事務所の危機。ジャニーズ事務所は日本の芸能界で絶大な影響力を持っていますが、今回ばかりは白旗を上げるしかなさそうです。ハイブへの存在が日本エンターテインメント界に大きな変革をもたらすかもしれません。 これからの動向が非常に注目されるでしょう。最後に、この重要な情報をお伝えするとともに、今後のエンターテインメント界の展開に期待しましょう。